フラッシングアベニュー駅は、ブルックリンクベッドフォードスタイベサントとイリアムズバーグの境界付近にある、ニューヨーク市地下鉄、IND クロスタウン線の駅である。フラッシングアベニュー、ユニオンアベニュー、マーシーアベニューの交差点にあり、終日 g 系統が停車する。北港ホームに降りる、階段駅は1937年7月1日の、クロスタウン線ナッソアベニュー駅ホイト。 スカーマーホーンストリート駅間延伸に合わせて開業した相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。ホーム壁面には能力色で縁取りされたライムグリーンの帯が水平に引かれており、ライムグリーンで縁取りされた能力色の地に白の3セリフ体でフラッシングアベニューとレタリングした駅名標が取り付けられている。帯と駅名標の下には 黒地に白で駅名と方向指示を書いたタイルが取り付けられている。2015年から2019年にかけてのまたキャピタルプランにより、この駅はニューヨーク市地下鉄のその他30駅とともに大規模なリニューアルが行われ、最大6ヶ月間休止される予定。リニューアルでは携帯電話サービスや Wi-Fi、充電場所の設置、案内標識や照明の更新などが行われる予定であった。 しかし、これらのリニューアルについては、資金不足のため2020年から2024年にかけてのキャピタルプランまで延期されている。改札はホーム会の南端に位置しており、また南北ホームを結ぶ連絡通路はなく、一旦改札を出なければならない構造となっている。ホームには二つ改札機があり、出口専用と出入券用のものが一つずつ設置されている。北港ホームは、 ユニオンアベニューとゲリーストリート交差点の北東へ通じる階段が接続している。南広報部側の改札は週末は無人となり、階段はフラッシングアベニュー、マーシーアベニュー交差点の南西に出る。また、以前はホーム北端にも改札があったがこちらは閉鎖された。ありがとうございます。